こんにちは、グランピーです。パナソニックから重要なお知らせがあります。今パナソニックの CX が、受注をストップしてて、次回の受注開始は8月ぐらいになります。それまで注文ができないんで、ちょっと妄想してる人はそれまで妄想を固めてすぐ注文するようにしてください。で、今日は、そのパナソニック CX 受注中止の前の、カスタム車ができたんで、それの紹介と、あと僕のロードバイクがやっと完成したんで、それの紹介と、あとは雑談で僕の今家の話をしようと思います。じゃあまず、じゃあ僕の家の話します。やっぱ最近やっぱ子供が生まれてですね、なかなか自分だけの時間がなくなったんですけど、まあ、家族といる時間がすごい楽しいんですけど、なんていうかな、休みの日まず自転車乗れなくなったっていうのがあって、僕は今通勤時間を全力で楽しむように今自転車をカスタムします。それはこれです。いきなりこっち。最近フロントシングルがまた僕のマイブームになってきてるんで、ちょっとフロントシングルじゃなくてダブルいいなと思う人はもう一回これいいと思うんで、おすすめです。ちなみにローターの9リングの50-34使って、スプロケットが11-34で、もう今廃盤になりましたけど、アルテグラ RX これを使ってます。でパッと見て分かるんですけど、フェンダーもつけました。SKS のスピードロッカーというモデルがあって、去年の12月頼んだんですけど、ようやく先週入ってきて、パチッとつけました。これワンタッチで外せるんで、ダボ穴がない自転車でもこれ最高です。一応オンライン乗ってて、9800円ぐらいになります。これで雨でもこの通勤が楽しくなります。ちなみにオールシティです。一番かっこいい、これは。はい。で、そしたら、なんだっけな、パナソニック CX の FCXCD01 が完成したんで、それを紹介します。で、このお客さんなんですけど、カーボンロードバイクデローザから乗り換えた方で、ですね、最初来たのはなんか写真が好きなんで、そのカメラを前かごに積んでどっかに行ってその写真を撮るから新しい自転車欲しいっていう相談があったんですけど、いやちょっと待ってください、キャリアにカメラ積んだらシャッター壊れますって話をしたらですね、そうなんですかってなって、一回車種がちょっとこうリセットされて、でお店に蛍光イエローのグランピーロードバイクがあるんですけど、まあ、それ乗ってもらったら、あ、この自転車漕ぐの楽しいし、こんなのが欲しいっていうのがあって、そしたらもうこの辺は同じジオメトリなんで、じゃあこれでしょうっていうことで、CX になりました。で、このスイフトのパロマも、まあ、今回選んでもらったんですけど、これ一眼レフ置いても適度に揺れるので、シャッター壊れづらいんで、これ一眼レフ積むだったらこのバッグがおすすめです。でワンタッチで外せます、まあ、このアダプターもしあったらもう一個自転車つけとけば、この1個のバッグで数台使うこともできます、はい、でこのお客さん、そのデローザのカーボンロードから、まあ、部品を、まあ、ほとんど移植したんですけど、ですね、使えなかった部品が、デローザがリムブレーキだったんで、ディスクブレーキとホイールと、あと BB、 あとフロントメカ、あとシートポスト、それぐらいですね、新しく使ったのは。だからフレームがまあ16万円ぐらい で、その他にかかった金額がバッグ含めてだいたい15万円ぐらい。これはだから総額で30万円でできてます。だからもしアルミフレームとかカーボンとかでなんかちょっと疲れたなっていう人は、30万円ぐらいあればこういう形にすることもできるんで、その辺は相談してください。はい、じゃあ詳細をいきます。今日は公園で子供たちが野球をしてるんで緊張します。ボール飛んでくるんじゃないかと思って、ってなった時。ヘッドセットがクリス・キングのオーバーサイズのネイビーを使ってます。今クリス・キングの納期がだいたい4ヶ月から半年ぐらいかかるので、欲しい人は早めにオーダーしておいた方がいいです。でトムソンも同じぐらいかかります。ハンドルがイーストンの EA70AX といって、ここは広がったモデルになります。
まあ、広がってるから何がいいかってないんですけど、まあ、かっこいいからこれをつけてます。理由はない。あとサドルはブルックスのカンビウムのオールウェザー C15 を使ってます。これすごい乗り心地いいです。今グランピー在庫あと6個ぐらいあるんで、買うなら今です。次10月ぐらいです。はい、でホイールがマビックのオールロードの36,000円。これ本当にいいホイールでコスパ最強です。3万、金額は前後4万ぐらいでチューブレスも完璧にできて、これすごい完璧なホイールです。はい、まあ、クイックにもできるし、あのスペーサー取ればあのスルーアクセルにもこれ対応します。で一番のあれはですね、これです。フロントがダブル。まあ、本当はあの冒頭でまだフロントシングル使ってるんですか言おうとしたんですけど、そういうとあの荒れてしまうんでフロントダブル一周して、僕がやっぱりフロントダブルでしてます。で、フロントシングルで、後ろナロー1142のスプロケットを使って1対1のギアを作るのと、なんていうかな、これが 34T で後ろが 34T で1対1のギア作るんだったら、多分こっちの方が雰囲気としてはあの軽く漕げるので、例えば長距離漕ぐサイクリングで上りが多い人はやっぱりフロントダブルの方が楽だと思います。かっこいいですかね。で、これサイズが、すいません、540ぐらいかな。でサドルトップが今720なんで、身長が173.4センチぐらいの人はこういうサイズ感になります。うん、バランスがいいという感じですかね。で今、じゃあ繰り返します。パナソニックが今この CX のモデル、カーボンフォークモデルを今受注を中止しているので、もしこの動画見てちょっと欲しいなっていう人はあのすぐ買えないので、8月ぐらいまで、オーダーは待ってください。まあ、それまでなんか何つけようかなって考えてもらえればあのこっちは助かります。こんな感じかなじゃあ終わります。今日はパナソニック CX、カーボンロードバイクから乗り換えたお客さんの紹介になります。じゃあ終わります。